皆さんこんにちは。映画私をスキーに連れてってをご存知でしょうか。1987年11月に公開されたホイチョイプロダクション原作、原田知世主演の人気映画です。この映画はその2日月足らずの男女の恋の軌跡をハートフルに綴るキュートなボーイミーツガールストーリーです。日本人同士のラブストーリーを全体の 70% が美しい雪のゲレンデという特殊な舞台を背景におしゃれでスマートな感覚で描きました。バブル時代に爆発的なスキーブームを呼んだ映画として有名です。監督はホイチョイプロダクション代表の馬場康夫。そして前編に流れるのはユーミンのウィンターソング。当時最も人気のあったスポーツスキーのレジャーとしての楽しさのあらゆる局面をディテールまで豊かに描き、新しいスキーの遊び方をマニュアル的にも見せている魅力ある映画でしたね。役、池上優。原田知世。役柄、アタケ物産株式会社秘書課の OL です。クリスマスイブに同僚の安代と志賀高原でスキーをしていた時に矢野たちと知り合いました。現在1982年に憧れだった真田広之に会いたい一心で、中学3年生の時に角川映画大型新人募集に応募して特別賞を受賞し、14歳で芸能界入りしています。デビュー直後からテレビドラマや映画でヒロインを演じ、スクリーンデビュー作の時をかける少女では日本アカデミー賞ほか各映画賞の新人賞を受賞しましたね。薬師丸ひろ子に次ぐ大型新人として話題となりました。現在も歌手として女優として活躍を続けています。役、矢野文雄。三上博史。役柄、アタケ物産軽金属部に勤務するサラリーマンです。スキーが得意で他部署にもかかわらずスポーツ部のスキーブランドサロットの売り出しに躍起になっていました。愛車はトヨタカローラ2リトラ GP ターボ EL31 赤でしたね。現在泉鏡花原作、ピエール・ブロンベルジェ制作のフランス映画草迷宮に主演し俳優としてデビューしました。2001年カンヌ国際映画祭招待作品となった映画月の砂漠で主演を務めました。結婚はしておらず現在も俳優として活躍を続けています。役、佐藤真理子。原田喜和子。役柄、呉服屋の娘で小杉の交際相手であり矢野とは中学時代からの馴染みです。車の運転が得意で雪道でも猛スピードで飛ばしていましたね。愛車はトヨタセリカ GT4ST165 白です。現在1986年スペイン、イタリア、日本合作によるアフガニスタン地獄の日々にてスクリーンデビューし、国内では大林信彦監督の角川映画彼のオートバイ彼女の島でデビューしました。漂流教室や恋する女たちといった作品に次々と出演した中でも森村千秋役を務めた映画ゴジラ VS キングギドラが有名ですね。2019年以降あまりテレビで見かけなくなりましたが引退はしていません。役、小杉正明。沖田博之。仲間とバイク整備工場を経営するメカマニアです。防水カメラを持ち歩きとりあえずと撮影するのが特徴です。現在 TBS 系列のテレビドラマ3年 B 組金八先生第2シリーズのオーディションに合格し、突っ張りの松浦悟役で出演していました。1981年いい気持ちで歌手デビューしオリコンチャート最高位8位、実売り40万枚のヒットとなりましたね。1999年3月自宅で自殺し死去、享年36歳。役、畑博子。高橋ひとみ。役柄、泉の交際相手です。マリコと同じく運転が得意であり広告代理店勤務のデザイナーです。矢野の会社に潜り込む際正補完誘引に変装していました。愛車はマリコと色違いのトヨタセリカ GT4ST165 赤です。現在新人時代には平凡パンチ週刊プレイボーイなどの男性雑誌のグラビアや不揃いのリンゴたち第1話映画ジェラシーゲームなどでセクシーな下着や水着姿
ヌードを披露していましたね。2000年代に入ってからは連続ドラマの主人公の母親役や2時間ドラマの主婦役、犯人役なども演じています。現在もドラマや映画のみならず、バラエティ番組など幅広く活躍しています。その他、布施宏、竹中直人、田中邦衛ら豪華俳優が共演者に名を連ねています。主題歌、挿入歌ともに松任谷由実さんが全て担当し、全面ユーミンワールドで映画とマッチしていますね。特に恋人がサンタクロースは挿入歌ながら、この映画をきっかけに大ヒットして、クリスマスの定番曲として現在も数多くのアーティストによってカバーされ続けている名曲です。本作品内のスキー指導は元アルペンレーサーの海和俊博が行っており、本人が劇中にも登場しています。また登場人物の矢野文雄のスキーの滑走場面での一部のシーンの吹き替えは、当時のトップデモンストレーターである渡辺三郎が務めました。私をスキーに連れてってのロケ地を紹介しましょう。長野県志賀高原スキー場、奥志賀高原スキー場、焼き火台山スキー場、横手山スキー場、渋峠スキー場、群馬県万座温泉スキー場、私をスキーに連れてっての撮影エピソードを紹介しましょう。当初主役の矢野文雄には俳優として売り出す予定だったスキーヤーが配役されていのですが、クランクイン寸前に出演をキャンセルしました。そのため急遽スキーができる俳優を探したところ、当時無名だった三上博史が抜擢されたのです。本作品のクランクインは3月を予定していましたが、原田知世は角川春樹事務所との契約の関係上4月からの撮影参加となりました。この時期はスキーシーズン終盤であるため、雪のある場所を追いかけてどんどん山奥へ入っての撮影になっていったのです。ついに日本で一番標高の高いスキー場まで行き、夜間はマイナス30度になる寒さで過酷な撮影だったそうです。私をスキーに連れてっては多くの社会的影響を残した作品です。トレンディー性を特徴とする本作品はタイトルの通り、彼女ができたらとりあえずスキーに誘うや、ゲレンデで彼女を見つけるといった風潮を作り、ゲレンデでおしゃれをするといったことも生み出しましたね。トレンディドラマブームはこの直後となります。ヒットは映画の外にまで影響を及ぼし、舞台となった志賀高原スキー場は客が殺到し、トヨタのセリカなど劇中に登場したアイテムもヒットしました。劇中で原田知世が着用していた白いスキーウェアに影響を受け、若い女性がこぞって同じ色のウェアを購入し話題となりましたね。スキー人口は1987年の映画上映当時で1220万人。その後急激に増加して、1993年ピーク時には1860万人にもなり、私をスキーに連れてって映画公開の影響もあったようです。現在見るとバブル時代を知らない人には違和感だらけの不快感に感じるかもしれませんが、バブル時代を生きた人にはたまらなく懐かしい世界が広がる作品といえます。私をスキーに連れてっては当時の若者の世代だけでなく、その子供の世代も知られるようになりました。語り継がれる理由の一つに、恋愛映画でありながらキスシーンどころか手をつないで歩く描写すらないことではないでしょうか。プロデューサーであった河合真也はシナリオを作るとき最初から決めていたそうです。キスシーンや手をつなぐシーンなしで恋愛ドラマができるかどうかを試みたと語っています。気持ちでドキドキできてキュンとするものが残る、そんなドラマ性が高いために時代にうずもれずに現在も人気のある作品になっていると言えますね。大ヒットの要因には原田知世や三上博史といった人気俳優が個性豊かに講演し、また編集段階でやたらに切りすぎたために生まれてしまったという妙なテンポの良さが人気の要因となっています。白いウェアに身を包んだ原田知世のあまりのキュートさに男子は骨抜きに、三上博史の颯爽たる滑走シーンに女子はメロメロになった人も多いのではないでしょうか。2003年に発売された DVD は発売から20年近くが経過する今もなお毎年冬になると売れ続けており、発売当初は約300枚からスタートした出荷実績は
現在累計で6万枚を突破する人気作品です。2022年には待望のブルーレイも発売されましたね。私をスキーに連れてって、映画全体を豪華にしてくれた松任谷由実の素敵な音楽と原田知世の可愛らしい姿にも注目しながら、スキーブームの火付け役となった恋愛コメディをぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。